名護市は沖縄本島北部に位置する沖縄県第七の都市。2000年に行われた G8 主要国首脳会議の開催地となった。中心市街は名護湾に臨み、背後は古生層の産地がそびえる。沖縄本島北部地域の中心都市で国や県の出先機関も多く、商業が活発である。また農業では、卵、菊など、カキの他果樹。 野菜栽培が盛んで、漁業では、カツオの水揚げが多く、タイクルマエビ養殖も行われる。沖縄自動車道が通じ、海岸は、継承地で、海水浴場もある。市街地東方にある、名護城市は、寒日桜の名所で、近くには、樹齢300年の貧困ガジュマルがある。1978年以来、北海道日本ハムファイターズの春季キャンプが、 名護市営球場で行われている。沖縄本島北部に位置し、総面積210.33平方キロメートルで、沖縄県の総面積の約9.2%を占め、竹富町、石垣市に次いで3番目、また、沖縄本島に属する市町村で最大の面積を有する。沖縄本島内の市町村では、北端の国神村と南端の糸満市を除けば、 唯一西海岸側と東海岸側の両方に海岸線を持っている。名護市の面積の約10%を米軍基地が占めている。名護市の面積の約10%が米軍基地となっている。江戸時代以前、明治時代、大正時代、昭和時代1945年4月の名護城平成時代辺野古岬、画像左端から豊原及び、 辺の古の集落も見える。名護市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示はかつて市街地の大半を占めていた地名護を中心に実施された。市役所本庁の他に旧村ごとに支所が置かれており、旧町村ごとに地域を分けている。しかし、もともと戦前まで、ヤブ村が、名護町、ヤガ村が、 羽地村のそれぞれ一部だったため、郵便局の周廃地域などでは、名護、矢部、羽地、じ、ヤガジをそれぞれ一つの地域として見る場合もある。逆に東海岸の日さし地域では、市街地との交通事情から南側にあたる国道329号側の日さしペンサン区と北側にあたる国道331号側の二たみ北10区に分けることもあり、 地域振興等で格差が生じている。名護市庁舎周廃局無周廃局、簡易局琉球バス交通と沖縄バスの運行する路線バスは市中心部近くにある名護バスターミナルを沖縄本島北部の運行拠点としている。名護市以南の地域と名護市を結ぶ各路線と名護市以北の地域と名護市を結ぶ北部支線に分かれる。また、 高校の登下校時間に合わせて、名護市内の高校を経由するルートも一部の路線を除き設定している。なお、北部支線の全路線と国道58号を経由する名護西系統は、琉球バス交通と沖縄バスの共同運行、高速バスは2社に加え那覇バスと東洋バスの4社による共同運行となっている。かつては、辺野古に沖縄バスの久しバスターミナルがあり、 名護市街地や那覇及び東海岸の日差し地域や東村とを結ぶ路線が同ターミナルを拠点として運行されていたが九百九十五年に廃止され運行拠点が名護バスターミナルに集約された上記四社が運行する路線の他にヤンバル急行バス沖縄エアポートシャトル有限責任事業組合を運行主体とする沖縄エアポートシャトルカリー観光が運行する チュラウミライナーがある。2010年代以降、那覇空港、那覇市街地と本部町中心部、海洋博公園地区を結ぶ沖縄自動車道経由の路線が相次いで開設されている。これらの路線はいずれも名護市内にも停車し、名護市と本部町内の間の利用も可能。下表の運行会社の、琉球は、琉球バス交通の路線、沖縄は、沖縄バスの路線、那覇は、 那覇バスの路線、東洋は東洋バスの路線、複数表記は共同運行路線。BT イコールバスた上記の路線バスの他に、通常の路線バスと異なる形態のバスとして、以下のようなバスが運行されている。2006年、那覇名護間に、鉄道建設構想が、明らかに、国が一部負担することになっているが、事業主体は未定。現在は、 第三セクターによる運営が有力。巨大 IC 市内には、沖縄自動車道の起点となる、巨大 IC がある。明桜大学。ありがとうございます。